文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、急遽の情報になりますけれども、25日の土曜日23時から23時30分ですね、こちらでVenue101 NHK の音楽番組 Venue101 で、以前ね2022年の確か10月ぐらいですかね、行われました Venue101 Presents BE:FIRST LIVE スペシャルを再放送しますという形でございます。2022年のものなので、ブンブンバックとかはない状態ですけど、そちらのライブがあるんですね。こちらだからプレデビュー曲シャイニングワンから初のラブソングメッセージまで、ビーファの歴史が詰まったスペシャルセトリのライブをぜひご覧くださいという形なんですが、で、Venue101 がね、今この動画撮ってる4時間前にツイッターを上げておりまして、 Venue101 BE:FIRST LIVE スペシャルをつけて実況感想ツイートしてねと書いてあります。なので再放送にはなりますが、ハッシュタグをつけて実況感想ツイートしてねって書いてあるので、ぜひ見れる方はぜひという形にはなりますね。25日ダンクの配信とかもね、3月11日のやつもあるので、時間うまく見つけてやるといいのかなと思いますが、ただね、これはその、急遽決定という形で、本来ならダンクと配信日とかぶっちゃうじゃんっていうことになるんですが、こちらが、もともとビッシュさんのライブが行われる予定だった時間帯なんですね。はい。で、ビッシュさんのアイナ・ジ・エンドさんがですね、怪我をされてしまって、もろもろの、この NHK のライブも含めて、もろもろのイベント出演を今そのキャンセルをしている状態という形で、でそこでそこの枠が空いてしまうので、それで BE:FIRST のライブスペシャルを再放送っていう形になったわけです。ベスティとしては選んでいただいてありがとうございますという形ではありますが、またちょっと心配ですね。はい。なので、そこの部分も含めて、ビッシュさん心配、アイナさん心配っていうところも含めて、ぜひこちらは、ありがたく見させていただければという感じには考えております。はい。ビッシュさんはね、東京アイランドっていうイベントで初めて見させていただいた6人組のグループですけども、女性グループで、いわゆるそのバンド、楽器を持たないバンドみたいな感じでアーティスティックにやってる人たちだけど、ただアイドル的に推してる人たちもいたりとかして、そちらでもね、いろんな音楽のジャンルがあるなと思ったんですが、今年の6月29日に解散予定になってるんですね。で、撮影中の事故でそのアイナ・ジ・エンドさんメンバーの方が頭部を負傷したっていう、そう、頭部なんですよね。頭負傷っていうことなんで、ちょっとね心配ですね。で、しかも療養が必要っていう医師の診断のもとっていう形だったりするから、そこの部分は本当に心配ですね。で、Venue101 プレゼンツ BE:FIRST バイバイリクエストショーについて、番組公式サイトで放送中止は決定したことが発表されたという形で、はい。で、その代わりっていうことですね。だから、デスティとしては嬉しいんですけど、正直、理由としては心配ですね。っていうことなので、ただ私たちにできることってないので、だからこれも強制はできませんけど、BE:FIRSTのファンの方、清掃員さんっていうそうですが、皆さんの代わり、代わりじゃないな、盛り上げていければと思いますね。で、それについてね、やっぱり私たちも戸様の人間ですから、そこは、ファンの方々および BE:FIRSTの皆さんへの気持ちもこう沿った上で、そこはそっとしておくべきかなっていうところはありますね。皆さん大丈夫だと思うけどね、っていうことです。はい。心配ですね。いや、見たことあるグループだから余計心配ですよね。いやー、で、Venue101 についての、BE:FIRST の方の話もしますが、皆さん、この間ね、Venue101、BE:FIRST 出ましたけど、毎回その Venue101 は、非常にありがたくて、いくつもね、その後で、Twitter 中心にして、追加コンテンツをやってくださっていて、でね、以前、フラフープとかもね、やりましたが、今回、BE:FIRST バランス力ナンバーワン決定戦というのがありまして、
で、こちらの方がね、ベニュー101のね、ツイッターの方に実はあって、7人分ね、このバランスをこう、ブンブンバックのこの、こうね、宙を蹴ってこう、腰を反る動きを、あれでこう、キープできるかどうかっていう形とか、そういうのとかがあってね、そこの中でね、あの、竜兵くんが猫ちゃんになったりとかするシーンもあって、これは見逃せねえぜっていうところもあるんですけど、それについてもありますね。ベニュー101の、そうだな、うん、そちらの概要欄、リンクを概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。まぁ、ちょっと気になること、妨害の最終兵器、ソータだったりとかね、あの、クラッカーに驚くレオだったりとかね、あの、いろんなのありますよ。で、なんかね、結局あの、すごいわちゃわちゃ感があって、非常に BE:FIRST らしいコンテンツでもあるので、ね、なんかこの感じとかね、本当に毎回彼らの色がもう出てるなっていう風に思うので、まあこういうのがね、いろいろと企画として BE:FIRST TV シーズン2も始まるから、いろんなことできるといいなと思いますね。改めて思うけど、バラエティ経験があんまりね、本来ないあの7人だけど、なぜかバラエティ能力みんな高いよなっていうのを、これは本当に不思議でね、当初から思ってましたね。そしてね、あの優勝する人は誰かっていうところも含めて、ぜひ皆さん見てみてください。はい、という形でございます。それからあのセガプライズさんの方からもあの告知といいますか、お知らせがありまして、まあサムネイルにクマちゃん貼ってあると思うんですけれども、あのベスティはね、これでもこれとセガっていう名前で何のことかみんなすぐわかるんじゃないかっていう噂もある。まあ今日が3月24日でございますけども、BE:FIRST のアニマルコーディーマスコットバイグッバイが全国の UFO キャッチャーに順次登場、約11センチの大きさですという形ですね。で、セガプラザ公式さんの方でそれがつぶやかれておりまして、で、あのサイトの方へのリンクもツイッターで貼ってありますね。はい、バイグッバイの衣装という形で、いや可愛いっすねということで、こちらもぜひ楽しみにしてください。またあれですね、熊狩りのベスティがね、大量に出ますね。いやベスティはみんなね、またぎだったっていう噂がずいぶん前から立ってますが、ということでございます。はい、まあ、今回はいくつか紹介をさせてもらいましたが、まあ急遽の情報もありましたしね、まあ情報共有的な感じでございました。で、本日はね、まだあの7時になったばかりなんで、あ、これからですけども、NHK のりょうきくん出演するドラマもありますんで、そちらも楽しみにしたいと思います。はい、ではね、私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルやサムネイルで興味のあるものがございましたら、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、そしてあの情報すぐ手に入りますようにチャンネル登録していただくことをお勧めいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。